ダイエットにおすすめの美味しいスパイス見つけてきました。業務スーパーで買えますよ。では早速ご紹介していきます。3つご紹介しますね。じゃあまず1つ目です。こちらです。見えますか？ハーブソルトアメリカンミックスです。でこちらのスパイスがなぜダイエットにおすすめなのかという理由があります。ここすごく大事なんです。で他の2つも共通しています。それはここ化学調味料が無添加なんです。でこの原材料読みますね。食塩、ニンニク、コリアンダー、マスタードシード、黒胡椒、唐辛子、オレガノ、赤パプリカ、植物油脂、これだけしか入ってないですね。調味料かっこアミノ酸などと書いてあるのが実は化学調味料なんです。よくスーパーで売っているこういったあの調味料系の裏をしっかり見てみてください。ほとんどのものがこのように書いてあると思うんです。でこちらだけ見ると化学調味料ってやっぱりわからないんですよね。ただこれは化学調味料です。別名にグルタミン酸ナトリウムというもので、あなたのその神経細胞でこう破壊していく、まあ、危険性があると言われているものなんですよね。なので結果アルツハイマーであったりうつ病であったり睡眠障害などなど、とにかくあなたがダイエットをする上であのこういったものを取り続けてしまうと、まず肝臓がですね悲鳴を上げます。そうすると結局ダイエット向きのお体には決してなることができない。腸も一緒です。ですからあなたがこういったこう食材を選ぶときには、調味料かっこアミノ酸などと書いてあるものは選ばないようにしてくださいね。もうぜひぜひお願いします。というわけで早速このアメリカンミックスの痩せる効能をお伝えしていきます。まずこちら先ほど、原材料名お伝えしましたけれども、ニンニクが入っています。でこのニンニクがですね、新陳代謝を上げてくれて、あなたの脂肪燃焼効果を助けてくれるんですよね。2つ目コリアンダーです。これは整腸作用があります。あなたの腸内環境はちゃんと整えば、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が心地よく生き続けていけるわけですから、もうぜひぜひこれおすすめなんですね。でまたマスタードシードが入っていることで、ミネラル成分がやっぱりいっぱい入ってるんです。でこのミネラルもないとダイエット成功しません。こういったその栄養がしっかりあった上でのダイエットをしないと、お体がそのダイエット向きではなくなってしまうからなんですね。ですからこの、ハーブソルトアメリカンミックスを使って、あなたは脂肪を燃やすことができて、腸内環境が整って栄養も取れるということ。でこのおすすめの使い方なんですけれども、私はお肉料理に使います。お肉料理がおすすめなんです。もうどんなお肉でも OK ですよ。牛肉も豚肉も鶏肉も、もう作り方簡単です。でこちら容器がですね、実はミル状になっていまして、こう逆さにこうキュッ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 と削って、まあ、振りかけていくわけですよね。でちょっとこれだけでは味が足りないなっていう方は、まあ、下味として、まあ、お塩をちょっとすり込んでいただいたりとか、私はちょっと軽く塩麹につけて焼いて美味しく食べることもあるんです。でこちらもとにかくあのお肉料理に向いておりますので、ぜひぜひ日頃のお肉料理の時に使ってみてくださいね。でまた簡単ですよね。もう振りかけて焼くだけですから、もう本当に私もう簡単レシピ大好きです。では2つ目です。これは変えますね。次はこちら、ハーブソルトのイタリアンミックスです。でこちら原材料名ですね。食塩、赤パプリカ、黒胡椒、ニンニク、玉ねぎ、バジル、オレガノ、マジョラムが入っています。でこちらもですね美味しいんですよね。もう同じようにミル状で、まあ、こう削ってねいただくんですけども、おすすめはお魚料理に適しています。もうどんなお魚でも基本 OK なんですね。もうほんとこう淡白な白身のお魚でも美味しいですし、私結構あの青魚系もチャレンジしてみたんですよ。イワシとかサバとかいけますよ。このソテー美味しいです。でこれがなぜそのダイエット向きかというと、
まあ、主な材料の中に赤パプリカが入っているんですね。でこれがあなたのその善玉のコレステロールを増やしてくれるんですよね。でまた玉ねぎが入っていることでそのオリゴ糖が豊富ですから、オリゴ糖っていうのはそのあなたの腸内環境を整えてくれるものですから、結果その痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がまたいい状態にすることができるんですよね。でまたバジルが入っていることで消化促進効果がありますから、まあ、胃腸に負担をかけないで済むということに対してもすごくね効果がある、ハブソルトなんですよね。もうスパイスです。でこちらはそうですね、まあ、お魚料理にも向きますけれども、まあ、例えば、まあ、お肉でもいいとは思うんですが、まあ、できればニンニクが入ってますか、お好きな方はお肉はアメリカンで、お魚はイタリアンがいいと思います。では最後3つ目ご紹介しますね。それはこちらです。これはねフレンチになるんですよ。はい、こちらです。ハーブソルトのフレンチミックスです。で原材料がですね、食塩、玉ねぎ、クミン、コリアンダー、黒胡椒、オレガノ、ピーマン、赤パプリカ、植物脂が入っています。でこちらはまず材料玉ねぎ、先ほどお伝えした通りオリゴ糖が入っていますが腸内環境に丸で、またクミンが入っていることであなたのコレステロールの吸収をしっかり抑えてくれるんですよね。でまたオレガノが入ってますからその腸の炎症も抑えてくれるということで、やはりその腸が荒れている、腸内環境がお悪いとそのなかなかその痩せることができませんから、こういったスパイスの力を借りてあなたの腸内環境を整える、結果ダイエットができるということですよね。そしてこちらはですね、まあ、もちろんあのお肉とかあのお魚のソテーにもいいんですけれども、私はドレッシングを作る時に使っています。で作り方も本当あの、まあ、決まりはないです。もう簡単なんですよ。もうこれをまたミルになってますから、こう削って、あとオリーブオイルと少しそうですねピリ辛がよろしかったら、まあ、ちょっと赤唐辛子を足してみるとかですね、でもよく混ぜてもうサラダにかけるだけですよ。もう本当美味しいです。こちらは私はドレッシングにあの使っていただくといいかなと思います。もちろんお肉やお魚に使っていただいても、あのこちらばっかりとかいうよりは、まあ、味のバリエーションをですね変えていただくっていうのも楽しいですよね。美味しいものもそればっかりだともう飽きてしまうと思いますので、ぜひぜひ今ご紹介しました、業務スーパーで買えるハーブソルトのシリーズ、お肉にはアメリカンミックス、お魚にはイタリアンミックス、そして主にドレッシングなどにはフレンチミックスをぜひぜひ使ってみてください。でポイントはまとめますと、化学調味料を使っていないもの、もうここが一番大事です。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、健康法、またダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし、もう本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。